いつかは限界が来るんですよね。だから私は間違った道を今進んでると。本人はそういうことを分かっていながらそれでもやってるって分かっていても後戻りできませんよね。それやめた途端に国民には、先ほどね、口一応言ってるっていう口のワードは出ましたけども、音声消しますね。田島さんは本当は4日間遊んでないっていうことを聞こえてきてるんですよ。で、見てる時間軸は私としてはもう試合が終わってる時間なんですね。今日14時からほとんどのプロ野球の、試合がありましたから、すべての開始時刻は確認してません。ややこしいことされてますから、1時から始まったり、13時から始まったり、13時30分から始まったり、13時45分から試合開始とか、いろんなものを見てるから、どの時間帯が本当なのかよくわからないんです。とにかくややこしいことをしないこと。で、さっき、見ていたときは、撮影する前は、田島陽子さん言ってたんですね。4日間遊んでないって。それ事実です。で、その後田島さんは言ってるっていうことを、声に出さないで口の動きで表現してるところの映像は採取できたんですけども、AI がずーっと映像加工、コロ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 してるんですよ。これは会社を守る機能だとか、言い張って、東京側は得点をしていた。読売ジャイアンツのことですよ。4日間遊んでない4点差の話。逆、横浜 DeNA が勝ってないとおかしい。これが証拠の作り方。で、昔巨人がああいうふうにずっと勝ってた。出来上がったのは日本テレビ放送も株式会社であって、通称日テレ。で、母体は読売新聞。もう全部証拠。去年もこのことを指摘したのに、まだこういうふうな悪さをずっとしてる。これがもともと、東京のどうしようもないところ。自分たちが悪いことをしていたっていうことを認めて、今度はあなたたちが頭の中とか差し出さないと。都合が良すぎる。各地方の人間とかから頭の中を搾取していて、顔とか取ったりとかして、顔綺麗になってる巨人の選手なんかいっぱいいるじゃない。ダメじゃない。取ることばっかり考えてたら。で、仮執行の勝訴の判決の書類誰が盗んだの？警察官の人たちとかも、プロ野球選手とかになってるでしょ。本当のこと誰が知ってます？全員で調査してくださいよ。誰が本当に青江さんのところの仮執行の勝訴の判決取ったのって。その時金額300万ぐらい、もう今大体価値大体500万ぐらい、年5分の金利に民法でそうなってる。組み込みもある、金利の組み込みも。もう嘘は多すぎるこの世の中。それと瞬時のこの映像加工、どうしようもない。ついさっきですよ、田島さんが4日間寝てないっていうその音声ちゃんと出てるんですよ。こんな社会無理ですよ。みんな自分がどんな映像加工されてるか分かんないんだから。テレビ出てる人も証拠が出てきそうになったらこうやって隠蔽するんですから。ちょっとまだもうちょっと見ときますね。